はい、おはようございます。今日ものんびりゆっくりゆるいお話をお付き合いください。いい天気なんでね、周りをよく見るとこう、この辺もね、木がいっぱい見えるような気がしますね。ただこれは自然な木ではなくて、植えられた、要は自然じゃない、計画された木が立っているというだけです。やはり自然の、ね、森林に比べてはもう全然圧倒的に、緑が少ないなという気はします。まあ、気がするわけじゃなくて本当に、ね、少ないんですけども、実際の森林ね、だいたい土地でいうとヘクタールを使えばいいのかね、その中にね、木の密度考えるとこの辺の、人工的に植えられた木の数というのは、相当少ないと言えます。こんだけ木が少なければね、さすがにコンクリートでこう覆われた地面から発する熱をね、カバーできないんじゃないかなと、緑だけではね。これだけ少ない緑ではさすがに、熱をね吸収しきれない。まあもともと土がないからね、土があるところっていうのはコンクリートのところと比べてやはり気温が1度2度低く体感的にも感じますので、そういった意味でもね、もうコンクリートのあるところってのは気温が高い、そして山の方に行けば行くほど気温が低いと、気持ちいい季節になるわけなんです。季節じゃない、気持ちいい場所になるわけなんですね。その辺ね、今までの、コンクリートで覆われた場所、たくさん作ってきましたけども、やはり人には土が必要なんですね。土がどん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 なくなっていったからこそ気温が上昇して、エアコンがなこうないだとか、熱中症が増えただとか、そういったことにつながっているんじゃないかなと思っております。まあコンクリート、アスファルトにしているのはやはり人が交通の便がね良くなるようにということで、道路を整備した結果なんですけども、結局それが地球のね、こう温暖化とか平均気温の上昇につながっているんではないかなと、まあそういうふうに思うわけなんですよ。でも今さらこのアスファルト全部をね、道を土に返したところで、また気温っていうかね、気候が戻るかといえば多分戻らないでしょうから、やはりこの、ね、快適さとこの気候の変動、どっちを優先するかということになると、まあ、人の寿命はね、地球の寿命と比べればほんの一瞬ですから、今いる人たちは自分たちの快適さの方を取りますでしょうね。ということで、どん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 地球の環境が悪くなるんじゃないかなと思っております。中にはね、もちろん長期的に見て地球のことを考えている人も、たくさんいます。だけどそれを実行するかどうかっていうのはね、今いる人たちなんでね、その人たちはもう快適さの方を優先して、行動を起こしてるわけなんですよ。だから結局地球の環境にいいか悪いかっていうと、トータルで見ると悪い方向に向かってるんでしょうね。これではなかなか環境が良くなるということにはつながっていかないんじゃないかなと思います。もしね、本当に環境を良くしたいのであれば、原始の生活をね、するしかないんじゃないかなと思います。まあそれができるかできないかはね、もう人の生活を見れば分かると思います。断捨離できるかできないかっていうことになってくると思うんでね、まあほとんどの人ができないということになると、原始の生活なんていうことはまず無理、そして地球の環境が整い、ね、元に戻るということもまず無理ということでしょうか。はい、今日はこの辺にしましょうか。ご視聴ありがとうございました。